どうも皆さん、ガイアゴキさんです。さあ本日なんですが、 KC ファースト突破シリーズー、お待ちかね、やっていきましょう。皆さん、環境外デッキシリーズ第1弾でございましてですね、本日は、ディスコードよりヤトさん、天才構築家、前もね確かねエレキデッキ教えてくれたのヤトさんだった気がするんだけど、ヤトさんから教えていただいたクローラーデッキですね。これ使ってみないと分かんないと思うんだけど、マジで強いからこのデッキで、一言でこのデッキ表すとすれば迷惑です。めちゃくちゃうざいこのデッキ。つまりですね、私にとっては最高に楽しいというデッキになるわけですけども、まあいわゆるね外野デッキみたいな感じですね。勝ち筋はデッキ切れ、基本的な勝ち筋は。で、クローラーっていうモンスターたちが何をするかっていうと、例えばスパインとかアクソンとかは有名で、リバース効果を駆使して戦うデッキなんですよ。で、アクソンは魔法トラップ破壊だし、こいつはまあモンスター破壊なんだけども、このねモンスターが、こいつ、これが環境にぶっ刺さる、こいつ。どういう方を持ってるかっていうと、結構ね特殊召喚は簡単なんですよ。例えばですね、グリアの効果で、リバースすると、墓地か手札からクローラー出せるんで、これで裏しびでセットするっていうこともできるし、あとですね、一番かっこいい、一番強い、出し方は、傀儡っていうこのカード。これ守備モンスター、裏守備モンスターを表側にしたりとか、あと表側のモンスターを裏守備にしたりとかできるんだけども、このカードで、相手の除去の効果にチェーンして、リバースしてあげるんです。例えば、まあ、スパインセットしときました。アクソンセットしておきました。でその効果に対して例えばオルタナティブが、ね、出てきたりとかして、オルタナティブで破壊する、まあ、ガガガボルトとかでもいいけど、がボルトとかオルタナとかで破壊されましたの効果にチェーンして、傀儡で表にすると、こいつの表側表示のこのカードが相手の効果でフィールドから離れたっていう、状態になるんですね。そうするとですね、このモンスターなんとね、デッキからクローラーモンスターを2体裏側守備表示で特殊召喚できるんですよ。つまりこれがデッキから出せるんですよ。これめっちゃ強いんですよね。で、こいつの肝心な効果は何かっていうと、まずね、1番がそもそも強い、裏側表示のこのカードを、対象にする魔法トラップモンスターの効果、まあ、何でもいいです。ガガガボルトとかオルタナティブとかサンダーブレイクとかトレミスとか何でもいいんですけど、そういう効果が発動した時にそれを無効にして、こいつをリバースしてそれを無効にして破壊します。で、だから破壊できるっていうのがそもそも強いし、2番の効果、リバースしたこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手のフィールドのモンスターが発動した効果が全部無効になるんですよ。デスペラードとか、まあ銀竜の効果とか、まあ、スピリットドラゴンの効果とか、オルタナの効果もそうだね、それからなんかツインバーストとか、聖騎士のやつとか全部無効になるんですよ。これねめちゃくちゃ強いの。カキモンスターの効果も全部無効になるん で守備3000ですから、なかなか突破されませんこのモンスターね。で、まあ、マルサバは無視していいですわ。で、そのモンスターを、このモンスターを出していくってことですね、基本的には。で、表にしていくっていう。で、対象に取られたら表になれるんで、勝手に。なんで、まあ、それはほっといても表になれるんですよ。だから、あとはまあ防御札で、まあ、守ってあげればいいと。ということで、インガー切断とか、効果残し穴とかを ぶち込んで、で、釣り天井とか、これ相性いいんですよね。クローラーって結構セット状態になれ るんで、セットしてあれば、4体以上モンスターがいても、表側表示しか破壊されないから、相手だけ破壊されるみたいなことが起きると。で、トラップカードいっぱい入ってるんで、終わらないわら地獄でアドバンテージも稼いでいくっていう感じのデッキになっております。ね、使ってみればわかる。めちゃくちゃ強いし、めちゃくちゃうざい。早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ史上最強の迷惑デッキを見せていくぜ。俺様に資格はねえ。ハンド強え。そしてハンド強え、ハンド強えな。オノマトか、局所は強すぎるよ。で、除去効果チェーンできるんで、局所に強いのがいいんですよね、この傀儡っていうカードね。オノマト変化 OK、 対象に取られて、でもね、傀儡除去が一番辛いかな、個人的にはですね。ドロロドワーフ、オッケー。これなんだと読むんだろうな。多分、でもさ、わかんないよね、今、まだ。まだ傀儡をリバースされただけでは、なんだろう、サブテラーかなみたいな。裏返るかなみたいな。思うよね、多分。バンペゴーレムかなみたいな。いいんですよ、それは。全然いいです。で、ガガガボルトもオッケー。
ボルトでどっち前にしてくんない？普通でもこれ前じゃない？ガガガボルト、どっち？はい、来た。はい、カメゲー始まります。生物の解体の効果発動。これを表にして、で、表の状態でこいつがフィールドから離れるんで、なんと、グリアちゃんの効果で、デッキから、クローラーモンスターが2体も特殊召喚できるんだな。すげえ、すげえ。で、デウスエクスクローラーは、リバースした状態でいると相手のモンスターの、発動した効果が全部無効になります。ウィンド、オーケー、いいだろう。で、除去、対象に取られたら、リバースします。そして破壊します。対象に取ったのカードかモンスターを。はい、トレミス OK です。で、トレミスで何をどっちを、どれどっち、右が神ゲー、デウスエクスクローラーリバース。で、その効果が無効になって破壊されていく。そして番長の効果ももちろん無効になっていく。強いとこ全部出たー、クローラーの。マジで強くない？今の動きやばいでしょ。さあ、お相手の方、斎王拓磨選手。いいだろう、いいだろう、いいだろう。絶対運命力いいだろう。ハンド若干弱いけどな。釣り天井はちょっと一回コストに取っとくわ。スパイン、アークソンだ。アークソンは、リバースモン、魔法トラップ破壊ですね。はい、ちょっとですね、若干弱いんですけど、傀儡とかがないんで。発砲ベース OK、 いいだろう。初手挨拶見て言ってるからな、これな。俺たちの挨拶は局所だけど、あいつの挨拶はカップだから。ふざけんな、強すぎるだろ。勝てねえよこんなの。どうやって勝てばいいんだよ。いや、これふざけてるよな、これ。初手さ、カップ2枚はマジでふざけてる。水ジャッジ、強っ。キモ、マジで、マジでキモい。まあでも、傀儡とか来てくれるとありがたいんだけどな。来たわ。ワンチャンあるね。じゃあ、前破壊してくれるとすげえ嬉しいんだけど、でもな、前破壊してくんないか、さすがに。まあ一応、守備力1800あるんで、水ジャッジでは突破できませんね。で、ツインバイルとか、だったら、まあでもさすがに後ろなんだろうな、多分な。後ろ、あ、何もしてこないんだ。なるほどね。まあこっちも何もすることないから、こっち本当に殴んないんで、一切。もうほぼ殴らないので、ボムスパイダー。ボムスパイダーも別にいいよ。ボムスパイダーも別にいいや。エンドフェーズ。今のところは、クローラー来たか。なるほど。デウスエクスクローラーでもあんまり見ないんだよ、今ね。下級モンスターが来てほしいから。さあ、お見合いが続いております。これ、デッキ切れ勝利あるな。これ、デッキ切れ勝利結構早めにあるぞ。あと残り8枚。頑張れ。あと16ターン耐えれば勝てる。あ、よし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 。レセプター来たぜ。これ、狡猾とか相手がもし伏せてた場合でも、チェーンして傀儡すればね、表になって破壊されるんで、デッキからまたリクルートできますから。あ、殴ってくる。なるほどね。殴ってくる。じゃあ、傀儡効果を、無効に水ジャッジでさせて、ですね、あ、摂理強っ。マジっすか。あ、カウンターはなかったね。了解。で、傀儡が破壊されてしまった。傀儡破壊されたらちょっときついよね。まあ、いや、レセプター効果発動するが、水ジャッジの効果で、まあ、無効にされたら別にいいよ、これ。あ、されない。なるほど。別にいいんだけどね、無効にされても。グリアでいっか。デウスエクスクローラーいるしな。で、あとは、デウスエクスクローラーがリバースできればこっちのもんですね。多分。まあ、因果切断が相手あるかもしれないけど。はい。スパインの効果で、相手の伏せカードを除去していく。はい。リンネ、オッケー。リンパ来た。はいはいはい、オッケーです。オッケーです、オッケーです、オッケーです。で、傀儡来た。追加傀儡。おかわり傀儡来た。グリア、セットでしょ？これ、どっちだろうな。でも、まあ、こうかな。一応。で、別にいいですかね。ボムスパイダー破壊されても。まあ、一応使っとく？一応使っとくか。これ、まあ、スルーしてもよかったな。ちょっと間違えたわ。これ、スルーしてもいいわ。これ、スルーして今、デウスエクスクローラーデッキから出してきた方が強いわ。ちょ、普通に今のプレミですね。まあ、いいや。
まあ裏になるんで、はい、ああ向こうなら、まあそれは別にいいです。じゃあ破壊されましたで、ね、計画通りだったわ。計画通りすぎ、あまりにも計画通りすぎ。ああの今のは、これをケアしたんですよ私。この盤面をケアしました。すいません後付けで嘘です。今普通に何もしなくてもよかったけど、でも確か今さ、今あれだったよな、傀儡で使っとかないと、もし万が一確かに無効にされたらこのリクルート効果止められるからめんどくさいみたいなとこある。さあ結果的にめっちゃ強い盤面になっちゃった。さあどうするんだろう。セットモンスターだって、これ釣り天井して、これあのセットモンスターさ破壊できないもん。あー傀儡割られるのか、なるほどな、確かに今これ陰性だったわ。なるほど、それはなかなかやりますね。まあでもね別にいいんですよ。陰が切断打つか、陰が切断打って陰切捨てて、デデスペラードいって、なんでかっていうとスキルがねありますんで。リンパ来た、リンパ来た、貫通か、まあ貫通はまあいいか、そんなにそこまで痛くないね。次釣り天井あるし、まあ、ミズジャッジの効果で止められなければっていう話だけど、2600貫通、あでもスパイン効果で処理すればいいのか、貫通マン処理して、はいでですね、あそれ殴ってくれる、殴っていただける。でテンパナース中投げていく、謎に投げていくで、効果つきたで、スキル発動して終わらない罠時刻をぶち込んでいく。いやーインカセさんか、まあ傀儡なかったけど、まあいいや、傀儡がねデッキに眠っててくれるってことは結局また引けるってことなんで、今グリアリバースしたらまたエクスクローラーがね出てくるんで、ですね、これで今何が起きてるかっていうと、デウスエクスクローラーが、リバースしてた状態でこのフィールド上にいるので、相手のモンスターが発動した効果が全て無効になります。はい、バトル、そうですね、バトルするしかないで、これ悪し、それの効果も無効になってるんで、もう、おそらくデウスエクスクローラーは因果切断以外では突破されません相手が因果切断を積んでいないクソ雑魚ゲロ甘えデッキであれば、もうこのモンスターを突破する手段はありません。リンネのパーシアスもあれ発動しないと効果を、デッキを持せないんで、デウスエクスプローラーは発動する効果ではなく、永続効果で相手のモンスターの効果を無効にしているため、その効果ももちろん無効。さあ、どうするんでしょうか、採用ハクモ選手。もうこれは厳しいですよ。さあ、これはもう完全に盤面ロッカー決まった。もうトラップカードはもう温存だ。トラップカードは一生温存。あ、それも殴っていただける。さあグリアちゃんの効果は発動し、グリアちゃんの効果はミズジャッジで止められていかない。そうもちろんテクだから、デウスエクスクローラー2体目を特殊召喚していく。強すぎどうやって勝つ気なんだよ、どうやって稼働しなんだよ。ちなみにこのデッキなんとですね、帰らないですか、これで、戻してもいいけど、まあ、いいや、表でいいか。表側にして破壊して、で、これでなんかリンパとか打ってくんねえかな。でもリンパ打ったらもう一旦遊べるドン。もう一回遊べるドン。デッキに、あれか、いや無理か。ないか。で、デスペラード来るか。デスペラード来た、来た、デスペラード来た、来た、因果切断発動。さあ、てめえのデスペラードは、すべてこのゲームから除外させてもらうぜ。機嫌せろ。で、これはクローラーをデッキに戻すことによって、なんとね、デッキ切れを防げるっていうね、こうすることによって。楽しい。さあ、お相手の方、うわ、筋肉マッチマンじゃないですか、筋肉マン来た、デュエルマッスル、5Ds 界屈指の類まれなるデュエルマッスルを持つ男、お、モニ、ウィッチミサキ来た、ウィッチミサキ岩と、ウィッチミサキ岩と、狡猾がめっちゃ刺さる、これ、狡猾で分からせる、ガーディアンの力もいいよ、別につけても、セット、なるほど。まあ、狡猾の落とし穴っていう最強カードで分からせればいいんだ、これは。よし。
セット、今はねあのモンスト効果使えないとかいう効果になってますけど、こうしてでこうしてでエンドはで貴様狡猾のビギに酔いな、俺様のビギに酔いな。あーやめてーやめてー、それはやめて。死ぬか、でも知らないか、まだ知らない、まだ知らないな、まだ知らない、まだ知らない、いや知るか、待って知らないな、知らないわ、大丈夫だ。あ、そっちから殴ってくる、なるほど。でレセプター効果発動しない、それはしょうがない、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 モンスター来てくれ、モンスター引いたらワンあるか、モンスター引いたらワンある、せんでしょ、やばい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 、あー来た来た来た、オッケー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 、で効果をセットして、でこれでレセプター効果使えばいいか。